何開くと自分が映るよ、行くよ、うわぁ、どう、すっごい、私すっぴんだからすごい出す、やばい、明日何ヘアさん、何がヘアさん、よかったじゃん、うん、頑張る、え、嬉しい、そうやってさ、めっちゃニコ、ちゃんと始まってるの、ちゃんと仕事してもらっていい、めっちゃね、ニコニコマークが返ってきた、嬉しい、ちゃんと仕事してもらっていい、今んしてるよ、これはショールームって言うんだよしてるもん、今配信してるもん、ちゃんとコメント読んであげな、はいのんのや、めっちゃのんのコメントも、声でわかる、わかるでしょ、私は誰だ、じゃあこれ、いや、バレてるよ、もうすでに、あなたも、あんこ、誰、あんこ、誰あんこだ、キャータン、正解、似てない怒られた、似れない似れない似れない、喋るのは似てる、どうも、今日めっちゃ汗かいたのね、みんな、なんでリーダーなのに汗かくのなんでマイカも乗るの、その話ね、リーダーなのに汗かくなんて良くないよ、なんで乗るのマイカ、今日 ね静かにしてよ、今ショールームしてるのに、ショールームしてるの、ショールームしてんだから静かにしてよ、今から手紙読みます、マイカがさっきからファンの方からいただいたプレゼントを開封し、開封の儀、開封の儀をし、次はお手紙を読むそうです、音読します、音読します、公開公開、めっちゃ送った人ヒヤヒヤしとる、え、私も読まれる、読まれる、前髪も今日終わった、今日はもう全員終わってたよね、前髪珍しく、マイカもノンノもあれだったな、もう結構汗やばかったよな、今日みんな汗やばかったな、前髪が前髪になった、前髪が前髪になった、元々前髪、さっきマイカちゃん、え誰じゃあ一文目だけ読んで、読まない、読まないんかい、読んでもじゃいい感じなんですよ、メリークリスマス、あ、よい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 、ファンレター音読してます、メリークリスマス、前髪は終わるためにあるんだって、聞こえた、それはバーカバーカ、絶対喜んでる、こういうこういうこと言われて、いやもう本当に前髪が終わったからやばかった、今日いっぱい踊りました、明日はラストのイベントです、頑張ります、頑張れ一言一言頑張れはね、頑張れ、頑張れはダメだよ、リーダーとして、リーダーとして、今日は、ま、最近ののリーダーリーダーっていうか、ほんとこの人キャプテンじゃないんだよ、リーダーなんだよキャプテン竹脇だからキャプテンそうよ、違う、アンがなんだっけ、いつもね、アンがおらん時だっけ、そうそう、まあ、なんかわざとちょっとなんか翔子、ね、翔子キャプテンって言って、翔子もキャプテンって言ったよね、自分でもね、乗り気だよね、乗り気だよね、全然ね、確かにキャプテン感あるよ、なんか勝手に言ってるだけだけど、普通に遊びで言ってる、なんでそんな初見詐欺するの、お風呂という名の、怒るよ、初見詐欺はね、ほんとにね、だってさ、だってさ、アンナのアバターさ持っとる人が初見詐欺初見なわけないやん、でも初見って言いたいんだよ、言わせてあげてしょうがねえな、言わせてあげるよ、計画がほんと甘い、ちゃんと練ってから来て、でもさ、言わせてあげようよ、初見って、アンナのさ、パジャマ可愛いでしょ、ハート、私の声聞いてる、なんで聞こえてるよなんでリーダーなのにハートなのじゃあ星だったらよかったの、うん、じゃあなんでさ、のんのちゃんなのにさ、スヌーピーなの、あ、私さ、言っちゃった、のんののさ、ショールームこの間見てたの、なんの、寝落ちしちゃったんだけど、のんののシャシャショーが好き、じゃあ言うね、いくよ、じゃあ初見、シュシュシュそんな言い方な、なんか初見さ、なんかのんのってめっちゃコメント読むじゃん、なんとかなんとかでね、そう、なんとかなんとかなんだよって、全部なんか一言で返していくの、じゃあ今からやるね、今からだからすごいで、なんか初見さん、シュシュショーって言うの、じゃあ初見さん来たらシュシュショーってとりあえず言っとけばいい、いや、真似しないで、初見さん来たらシュシュショーって言う、あ、言っていいよ、なんでさでもよい、佐竹真似しないでって言ってさ、うまいがね、いいよいいよね、なんでそういうこと言うの、リーダーじゃん、なんでいつもリーダーだって言うの、公園なのに定期じゃないじゃんこれうちらのネタやね
で笑った顔ブスじゃけ笑わかさんといて笑いな無理笑顔で多分初見でしょしょしょそういうのやめてもらっていいもう初見コメントしか今期面白くないいいよもうそっしょって言っていいよもう面白くないでも初見コメントしかじゃあアンナとマイカはいいよ言ってやってやった公認されたあんまいはいいよ空気感よ受ける1年前に初見ですありがとう誰いるの知らん人たち笑った顔も可愛いですありがとう、ねね、初見です、ねね、ありがとうショートねだってさえだって2年以上ね一緒にいるじゃんなんでえなんでそうって言うの知らない人誰あなたどうしてどうして誰ショショショだショショショジジジジジジこういうさ茶番やめよじゃあどうしたらいいの初見と見せかけて初見だってアイリちゃんアイリショショショアイ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 リちゃんだよバッショイアイアイアイメイちゃんショショショのんの茶番製造機そうなんだよね受ける私が一番悪いそうだよなんで生まれてきてしまったの重タイトル激重え全然初見じゃないですだってなんで嘘とくのなんで初見じゃないですせーのしょーあー面白いマイカは今集中してマジでファンレター読んでますそうマイマイマイカちゃんショールームしたじゃん私とこの前一緒にね、したじゃんねやめてくるです記憶から間違ってないみたいなそうだよマイカアンナのためにわざわざさご飯待ってくれたんだよ行くのよくないよショールームしたんだすごいむかつくアンナちゃんショールーム11月7日からねあなたが調べたんだよね11月7日をね本当にさ面白い面白くないし本当に面白いショールームそうだよ2周年配信も来てくれたしそうだよ私の海外での時間も計算してくれるしなくてはならない人だわかるわかるあ今日は鍋を食べたんですよ帰ってきて、うんうん、なんかもうお腹すいて相槌がうるさい隣の、でマイカが鍋作ってくれたから、うんうん、マイカとのんのと鍋を食べましたね静かにして、ねすごい静かにして何鍋ですか美味しい鍋男飯みたいって言ってね作ったよねでも美味しいもんね水とめんつゆをぶち入れでもさそんぐらいがちょうどいいじゃん水とめんつゆ分かっただってね今日ねマック行くって言ったのにね行くをねって言ったからねいいよって言ったのに途中で鍋とかね変更しだしたんよあの人でね、アンが、でも作るのめんどくさいって言ったら私が作るからって言ってくれたからいいよって言ったそうよでも言っていいダメマックはUber Eatsできるんだよ、ね、って言ったじゃんマックはUber Eatsできるけど佐々木舞香のできるよ佐々木舞香の鍋はUber Eatsできるんだよだから鍋の方がいいわけUber EatsできるんだからいつでもUber Eatsって言いたいだけでしょこんにちはリーダーうるさリーダーだからって何でも言っていいわけじゃないんだからだからそのまま返せリーダーだからって言ってさあこんなに言っていいんじゃないんだよごめんいいよリーダーリーダーリーダー大好き昨日ウーバーの人見たよだってウーパールーパー大好きキモののちゃんキモいいどうぞののちゃんキモい言いつけてやるどうぞご勝手にザーも言うね、のんののことのんのキモいってもうやだなんでひどいよひどいじゃん、だってのんのがひどいじゃんひどいじゃんのんのがひどいひどいじゃんもう嫌いもう大っ嫌ねえねえ、嘘でも嫌いっていう言葉使っちゃいけないんだよだっていつも言うじゃん言わないよのんのちゃん言わないよ、もう喧嘩だからリーダーには二度と嫌いって言ったことない二度と嫌いって言ったことない日本語おかしいから一度ももうやだもうやだやだやだイコラブ仲悪い説バレたバレたせーの
せーのでさ、じゃあなんか言うじゃん言葉、うん、今からせーのって言って思いついた言葉言うじゃん、うん、それが一致したら仲がいい、うん、いいよ一致したら、まあ、でテーマだけ決めん、テーママイカもやって、テーマ何、全然話聞いてなかったか、せーので言葉を何か言葉を発するのね、うん、それがみんな同じ言葉だったら仲良し、うん、テーマはじゃあファミマといえば、せーの、のファミチキ仲良し、仲良し、簡単だろうね、テーマ簡単すぎ、じゃあ果物といえば、せーの、いちご、あーもう不仲、じゃあお正月といえば、せーの、おせち、おもず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 って何、愛知特有、迷っちゃって結局お正月って言われた、お正月といえば、お正月、花仮説はちょっと立証されませんね、立証ってどっち、あのね、立証はね、成立ってこと、成立しなかった花仮説が、じゃあうちら仲いい、したやろ今成立、じゃあうちら仲いいんだって、仲いいんだよ、仲いいじゃん、仲悪いって仲いいの、ハッピーニューイヤー、なんかさ、年が明けるのって悲しくない、なんでだってさ、Why? てかさ、同じことの繰り返しじゃん、毎年1年で、そうそうよ、でもあれを2019年が終わるんだよ、でも2020年になるんだよ、さっきマイカちゃんが言ってたよ、何世紀は変わるのって聞いたら変わらないって、だからまた1月が始まるんだよ、うん、また同じことの繰り返しなんだよ、でも去年の1月はインフルエンザになった記憶しかない、誕生日楽しみ、マイカちゃんが誕生日を1月に迎えます、マイカとひとみがイコラブからは誕生日をさ、誕生日です、楽しみかって言ったらさ、うん、やっぱおめでとうっていうことがプレゼントよね、あね、何が欲しいですか、なりたくないの、何が欲しいですか、お金、あ、じゃあお金をパーンと用意しとく、じゃあたっぷりと、金塊、金塊ね、金塊、この赤いお鍋に1円玉を満杯じゃあもうそれ協力するね、あんのはいいよ、なんでなんで断るの、不仲説出るよ、せーの、みかん、ダメだ、いやせーのみかんとかないでしょ、普通何のテーマもないのにさ、せーのって言ったらみかんに決まってんな、うん、せーの、コーラ、せーの、コーラ、おいしいって何、おいしい、逆にみかん以外あるってきた、じゃあ分かった、いくよ、これ言えるよ、何よ、一緒に、せーの、おいしい謎、ダメだ、私会うわけないじゃん、こんなんで、ほんと仲いいね、だって仲悪いよ、もう大っ嫌い嘘、なんだ今の、なんだ今の、うん、嘘、もうね、ショックなことが続いたよ、何、レッスン上にリップを置いてきたこと、いやそうだから言ってたんだよ、キャータンがこれノンノちゃんのかもって言ってて、え本当にノンノのだったら持って帰るって言って、でも不安とか言うから、じゃあ置いとくってなって、なんで置いてくって思ったのノンノじゃない方って、キャラのことを信じてあげて、いやキャータンもし微妙って言ってたんだもんえでもさ、取りに行けないよね、もう年明けるまで、確かに、ああ、あのノちゃんの大事なリップだったのにね、リップがないと明日頑張れない、ああ、そうじゃん、そうじゃんなんだ、乗るんだそこ話誰か持って帰った、あれ、うん、持って帰ってないでしょ、さっきその話してたやん、誰か持って帰ったかなって思って、うん、なんで、うん、持って帰ればよかった、じゃあ分かった、めっちゃ朝早起きに取りに行く、じゃあ行ってね、バイバイ、じゃあ一緒に来て、やだ、だってリーダーだもんねやだ、だってメンバーのためなら何でもできるって言ったじゃん、うん、行くかわいい、よちよち、いい子じゃあ本当に行ってあげるよ、あ鍵も番号知ってるよ、え番号っていうか鍵の開け方知ってるよ、何言わないよこんなところでなんで言わなきゃいけないのそんな私がここで言ったらやばいでしょ、言わないよ、ね、でも本当にどうしよう、でまあ他のリップを使うのもね、たまにはありよ、そうだよ、イメチェン、イメチェン、イメチェンしよう、何人いるの、38人いや実際のところ言うと、言うと4人かなどこにあと1人いるんだろう、怖いな、うんと
1、2、3、4。漫画の人。寒い。腕はしびれ。寒くないよ全然。本当寒がりだよなみんな。お風呂に入んないとやばいよ。さ、だから早くお風呂入りなよ。やだ。あんな早くお風呂入れない。あんなショールームしてんじゃん。お風呂入りながらショールームしてん。事故だわ。あかん。あかんよ。事故事故。そういう人いたよ前。いやじゃあ、うん、私がそれをしたらどうなると思う？あんなは大丈夫だと思う。なんでやねん。お風呂ショールームだって。やったーだって。やったー。何コメント見てんのかい。やってみショールーム見てんのかい。やったー。やったーだ。バカじゃんって言われてるよ。はいどんまーい。バカっていう方がバカだもん。どっちの味方すんだよ。バカって言った人が、うん、あのお風呂でショールームする。マイカだ。はいマイカ。アンナの貸してあげるよ。ショールームしてきて。分かった。みんなで一緒にやれば怖くなくなる。よう言うは一番メンバーとお風呂入らん人が。そうなんだよね。言ったじゃんこの間さ、死ぬ風呂入ろうって言ったの。なんのに、うん、そしたら嫌だって。いつ言ったよ。どんなタイミングで言ったっけ。そんなの覚えてない。どういう日だったの。日常の日。でもさあも一回さメンバーにね、うん、やったよね。ドッキリしたドッキリしたよね。アンナが急に甘えてねえ一緒にお風呂入ろうって言ったらどうなるかっていうね検証したら、えどうしたのみたいな、えどうしたのって言われたよね。やだ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 、どうしたのって。テレビ電話つなげてたんだよねその時にメンバーと。お風呂ってさ一緒に入るってさすごくない？お風呂ってさ本当にめんどくさいよね。でもなんか私はお風呂に入ったら洗ってあげたいの。え笑ってほしい。優しい。私さ今日さママなんかさ帰りにさアンナと話してたんだけどさ、そうそう、うん、実家に帰るとそうなんか私は小さい頃ママとお風呂入ってたから、うん、髪の毛を洗ってくれるのママが、うんうん、そのところを引きずってるから実家に帰ると髪の毛洗ってって言うので洗ってもらうの、うん、そしたらなんであんたの髪の毛洗おうって感じなんだ。かわいくない。お母さんとお風呂入ってたんだ、うん、まあ入るか入ろうと思う。あんま入んない今だショック。でもさあれ無理。でもなんかさ家とかやったら狭いやん。ホテルとかやったら、うん、でもさ大浴場とかやったら別にさ広いじゃん。でも私よりと入れない。もうやめてそういうこと言うの。違う本当に無理。だってさいつもこれ言ってんのこの間。でもいよりが他のメンバーと入るのも嫌なんでしょ。本当に嫌。本当にリアルだってガチやめてる。だったら2人で入りたい。もう怖い。だったら2人で入る。怖い。でもさ普通にさ何そのイコラブ社員旅行とかさ、うんね、みんなでね、みんなで全然入るやん。入ったの？その時。入ったよね。入った。見たの？は、いおりもいたよ。見たの？見たのとか言わないでもらって。やだ、やだ、聞きたくない。こういう話していいの？思った。でもさ、ファンの人すごい楽しそう。いつもよりコメントの流れ早め。そんなの楽しいに決まってる。そんなのこっち側の人間よ。どっち側やねんあなた。あなたアイドルやろ。こっちからしたらね、ねえ。でも女の子同士で風呂入るなんかさ当たり前じゃない、うん、なんかさ、うん、それの小学校の頃とかさお泊まり会とかしたらさ、うん、入ってたよね。でも私普通に高校生の時も友達ん家遊びに行ったら風呂一緒に入るってた。別に普通だよね、うん、てかお風呂一緒に入るのが当たり前だったよね、うん、なんかそれ一緒に入んないよ。結果また盛り上がってんじゃんその話で。